皿目でございますね。どうぞ蓋の方よろしくお願いします。こちら山口県のフグですね、使いました。こちらが玉じむし、茶わむしでございます。実際にフグのお出汁と鰹と昆布の合わせ出汁になっておりまして、実際にフグ皮とですね、身も、こちらの中に入っております。手前のスプーンでよろしくお願いします。ハッスンでございますね。こちら季節の素材の盛り合わせになっております。でちょっとこの雪囲いの屋根ですね、こちら実はこの中にもお料理入っておりまして、屋根を取っていただくと中に組み上げ湯葉とですね、山芋でございますね、そちらが入ったお料理になっております。で右下はですね、こちら新サンマでございまして、そちらのお寿司でございます。で炭水化物に含まれている方はこちらはですね、サンマですね、こちら肝醤油で焼いたものになっておりますので、はい、そのままお召し上がりいただけます。で中央が2種類ございまして、手前側がですね、徳島の地鶏の阿波踊りという鶏でございます。はい、そちらを軽くスモークして、上にですね、こちらが柚子胡椒を上に添えてあります。で奥が丹波の和栗でございまして、和栗をですね、渋皮煮に一度しまして、で唐揚げにして揚げてご用意させていただいております。最後一番左手がセリとですね、しめじのおひたしのご用意でございます。どうぞお好きなものからよろしければお召し上がりください。ではこちらが、フグの唐揚げでございますね。はい、こちらお塩でちょっと味付けしてありますが、お好みでスダチ絞っていただいてお召し上がりください。ちょっと骨付きになってますので、お気をつけてこちらの方お召し上がりください。種類でございまして、2種類でございます。まず右手の白身でございますが、本日明石のタイでございますね。タイは右手にご用意しました下仁田ネギ、少し焼いたネギ、香ばしくしたネギをですね、ポン酢倒したネギポン酢でございますね。そちらにつけていただいてお召し上がりくださいませ。左手の赤身でございますが、こちらが大丸本マグロ中トロでございますね。こちらはですね、最初にわさび醤油でわさびを溶いていただいて、お醤油と一緒に召し上がっていただきまして、ちょっと締めにですね、これ海苔なんですけども、四角い形をしたもの、はい、有明の海苔でございまして、海苔の方をお醤油に溶いていただいて、こちら海苔醤油にしてマグロの方はぜひお召し上がりください。こちらがですね、11月3日に解禁となりました兵庫県霞のですね、メスのズワイガニ、甲賀子ガニでございますね。そちらの内子と外子、両方入っておりまして、そちらを土佐酢のジュレで、こちらですね、お味付けしたものでございます。で、カニ召し上がれない方はタラの白子でございますね。こちらおろしポン酢ですね、で合わせまして、こちらは超スクナでございます。そちらを下に引きましてご用意させていただきます。本日のお魚はですね、こちらが伊豆下田の金目鯛でございますね。こちらを西京焼きにいたしまして、ご用意させていただきます。炭火でゆっくりちょっと焼き目をつけまして、最後にちょっと柚子の皮をつけてご用意させていただいております。で手前にございますのはコウタケというキノコでございまして、こちら香るキノコと書いてコウタケと言います。そちらを佃煮にしたものでございます。地域によっては非常に希少なものでございまして、松茸よりも非常に希少とも言われるキノコでございますね。こちらも合わせてよろしければ、はい、どうぞ蓋の方よろしければお取りくださいませ。蓋物でございまして、本日下にですね、京野菜の、エビ芋でございますね。はい、エビ芋、お出汁を含めて一度炊き上げてから揚げたものでございます。その上に、こちらが北海道の狭山エビ、巻エビでございますね。そちらも一度素揚げにしまして、ご用意させていただいて、揚げ出しにしてございますね。その上に有明の海苔でございます。
ではお肉料理でございまして、こちらが江戸鹿の、ローステーキでございますね。はい、こちらのお肉は低温真空調理法という調理法を用いまして、約60度で1時間ほど、真空状態にして、お肉の旨味を閉じ込めるような形にして、真空1時間、ゆっくり火入れをしまして、お出しする直前に、こちらフライパンで炙ってご用意させていただいております。ちょっとお塩でベースのお味付けがしてあるんですけども、上に生の胡椒を塩漬けにしたものが添えてありますので、乾燥させた胡椒よりも辛みは少ないんですね。そちらを塩漬けにしてご用意させていただいております。で、手前がこちらごぼうのチップスになりますので、付け合わせのお野菜としてよろしければお召し上がりください。右手のお皿ですね、のどぐろを漬けにしたものです。それと左手にイクラを塩漬けにしたもの、まあ、それぞれご飯のお供で召し上がってください。店名がクマさんと言いますので、一応ちょっと森のクマさんをイメージしまして、クマこれ召し上がれまして、モナカになっております。シルクスイートというですね、非常に糖度の高い、さつまいものクリームが入りました、こちらモナカと、そちらはお土産用で販売しております、チョコレートブランディですね、フランスの高級発酵バターとエシレバターと、こちらチョコレートを使いましたブラウニーです。蜂蜜を使った柚子蜜です。